こんなとこに悪魔出たんすか？見当たらないっすけど、どっか隠れたんすかね。デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれ。犬は臭くて綺麗だ。てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。悪魔の力あげるっつったらさ、自分たちから僕のどデビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌い。くそ。普通の生活がしたいだけなのに、ことも叶えられねえのかよ。仕事に行くぜ。俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。そしたらポチタだけが心残りだ。アラスカして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。俺の体をポチタにあげてんだ。普通の暮らしをして、普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。でも生きてんの？なんで？キモ？そいつ食べちゃって。邪魔すんなら死ね！心まで悪魔になっちまったみてえだな。悪魔はぶっ殺さねえとね。殺せばよ、借金はバーだぜ。先を越されたね。生きてるのがいますね。これ君がやったの？だ、だかす。人だ。悪魔による乗っ取りの可能性はないね。公安のデビルハンターなんだ。君の選択肢は二つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。ちゃんと餌はあげるよ。朝飯はどんなの？バターとジャム塗って、サラダ、コーヒー、デザート。
かな。最高じゃないっすか。